求人になりますとこのいろんな小型の石器を使った道具を使い出しそれによって衣服というものを作っております。皮に穴を開けて縫い合わせておそらくなめして縫い合わせたような衣服を作っておりまた誰かが亡くなると埋葬するというようなすこれがまあアジアの今全体にまあ人類が広がる段階の文化であります。 以上は生活のための実用的な道具の発達なのですが新人の段階になりますとそういう生活のための文化だけではなしに、えー、少しいわゆるこう高度な文化というものが芽生えてきておりまして、えー、石や骨を使った組み合わせ式の道具を作るだけではなく芸術今,今の言葉で今の芸術とは少し違ってもっと宗教的な 色彩が強いと思われますが絵画造形という、まあ、こういう行動を初めて行ったのがこの新人ということになります。